ははいいいいどうももこんにちはのいですす本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は難関大への対策講座ということで、えー、2ncn は n た1で割れるかという問題ですね。瞬殺問題って適当につけたんですけどまああのまあ分かるとす,すぐ分かってしまうのでこうやってあのつけたんですけどはいやっていきましょう。えー、っと まあ自然数 n に関するえと内容なので、木の方とかは使って証明するのかなって思う人いると思うんですけど、単にこのコンビネーションの操作だけでいきます。えー、n たす1分の 2ncn ですね。これのえ計算をちょっとしていきましょう。コンビネーションの計算はもちろんその階上でかけるってことですね。えー、とそれに直して計算をします。ncr だったら、 通常は n から始まってえー、とどん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 減らしてってえっ、ー、とまあ r 項の積ですよねだからプラス1まででこれはその n の解場まで続けていくとあごめんなさいこれえっ、ー、と r の解場で割ってないですねこうですよねだから n の解場でその n の解状すると r n マイナス r の解乗を付け足すことになるので、分分子に掛け算をすることになるので、こんな形になります。まあ、これは教科書に載ってる公式なので。普段式、あんまり使わないかもしれないけど、もちろんこの計算できないといけないですね。つまり、これは、えっと、二 n c n だったら n。n の解乗をかける n の解乗で、n の解錠二つ出てきます。だ、つまり二乗ってことですね。で。分子は2 n の、お、解錠ということになります。 はい、で、えー、これをど,どうやって点形するかってことなんですけど、えー、っとこれを例えばここの中に組み込んじゃうんですねここに。そうすると,、えー、っと n の解状に n+1 を掛け算すると n+1 の解状になります。かける、n、の解乗で分子は 2n の解状なんですけどこことここの和が 2n+1 になってるんで 2n+1 の解状にしてしまいましょう。その代わり 2n+1 分の1っていうのをこうかけることにします。 そうするとここの部分コンンビネーションになりまますね、ま、たね。たここの部分がコンビネーションで表されることになりますつまりこれは 2n+1cn すですねまあ n+1 でも n でも同じなのでこう書いてこうなりますねでまああとで分母払ってしまいましょうかつまりこれイコールこれという式においてこの分母 n+1 と 2n+1 これ互いにそうになってますねえっと 2n+1 と n+1 ですねこれ n+1 で割ると n+1 引くと n になりますよねだからこうなるわけですで n で1ですからこれ1になるわけですいいですか だから互いにそうなんですよ。n に n 足す1から n 足す1を引くと、えっ、ー、と n が残りますよね。で、n と n 足す1のまあ互いにそうなのでやっぱりこれ1です。互いにそってことは、これえっ、ー、と積の形にしたときに、ええー、2n 足す1かける 2ncn イコール n 足す1かける えー、2n+1cn すっていうふうになってこれ当然整数なのでこれら整数なので,でしかもこれとこれが互いにそうだから n+1 すという因数を約数を持つことになりますねこっち側はそのべての、えー、n+1 すの約数と互いにそうなのでその n+1 すはこっち側に含まれてるわけですから 2ncn N は n+1 すで割れるということになります。 したがって答えは n+1 で割れるっていうのが答えですね。はいもう一つ回答まあこれあの本質的に同じなので全然面白くないんですけどもえっ、ー、と等式を作るという意味では、えー、ともう一つにもやっといた方がいいかなと思います。これ番番ですすねで2番目は同じように、N、1分の 2ncn を考えていくんですけどえと分母はだから n+1 の解乗をかける n の解乗分の 2n の解乗となりますよねで次が次のステップが違くて 2n+1 にしたんですけど文章ここを 2n のままにえ止めておきたいので n-1 の解乗にしますこれねで 1>, 1個 n をこう取り出しちゃいますこっちに。で分子は 2n の解状で止めておきます。そうするとここの部分はやっぱりまたコンビネーションになりますよね。ここは 2ncn+1 あるいは 2ncn-1 どちらでも同じです。かける n 分の1というふうになってやっぱり nn+1 は互いにそうなのでこれとこれは互いにそうなので。 分母払って、えー、式を簡潔にすると n る2 n c n n 1 2 n c n 1という都式が出てきてでやっぱりここは互いにその n+1 の約数は全部ここに入るってことですねその因数は全部そこに入るってことでなりますしたがって、えー、大のこの式が言えるってことになります まあこういう新たなそのコンビネーションの式を作るのに、えー、とその定義式からね簡単にその操作して、えー、こういう式が作れるんだっていうことを、まあ、あの理解してもらうためにあえて2つ、まあ、ほ,ほとんど同じ証明なんですけどね、えー、作りました。まあ、別にこの 2ncn N は n+1 で割れるなんていう結果は別に覚えておく必要はないと思いますし、えー、とこれ以外にもねいろんなそのやる方法はあるわけなんですけど まあでもこの2つが、ね、一番最短だと思いますので、えー、コンビネーションの会場の形で考えていくことをの一、まあ、つ技術として覚えておきましょう。はい今回の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。